エレイン・ページはイギリスのミュージカル女優、歌手、メゾソ・ソプラノ、エビータやキャッツのグリザベラ、サンセット・大通りのノーマ・デズ・モンドなど数々の主役で知られる。父は不動産屋を営み、母は婦人母製造を手掛けていた。北ロンドンのバーネットで育つ。彼女の母は若い頃歌手で、父はアマチュアのドラマーだった。彼女の最初の夢は、 プロのテニスプレイヤーになることであったが、身長の関係でその夢は断念せざるを得なかった。14歳の時、ページはナタリーウッドが主演した、ウェストサイド物語のサウンドトラックを聴き、ミュージカルの道に進むことを夢見るようになる。彼女は学校の音楽教師、アンヒルに励まされる。初めての舞台での役は学校におけるモーツァルトの フィガロの結婚のスーザン役だった。その後、ザ・ボーイ・モーツァルトに出演したり、ヘンデルのメサイアでソロを務めるなどして活躍。父親は彼女に演劇学校に行くように提案し、アイダ・フォスター・ステージ・スクールに入学。卒業後、彼女はアイデアル・ホーム・エクスビションでの子供服の製造に携わった。1968年、20歳でウェスト・エンドデビューを果たし、 アンドリュー・ロイド・ウェッパーらと共に、エビータ、キャッツ、サンセット・オードリーなどの演目を成功させ、ロングランに導く。エビータでは、エヴァ・ペロン役を演じ、ローレンス・オリビエ賞ミュージカル部門最優秀、パフォーマンス賞を受賞した。キャッツの主題歌、メモリーは、A ヒットチャートでも上位入賞を果たした。1990年代には、ブロードウェイにも進出。 世界各地でのコンサートも行うなど、歌手としても積極的に活躍。1995年には、長年の功績を評価され、OBE を除訓。1998年には、キャッツのビデオリリースのために、再び、グリザベラ役を演じ、この作品は、ベストセラーになっている。2004年から、毎週日曜日に、英国 BBC 国内放送ラジオにデミュージカル。 音楽紹介番組のパーソナリティとして活躍している。ソロアルバムも多数発表している。スーザン・ボイルが目標とする歌手として名前を挙げたことで再び注目されている。ありがとうございます。